皆様お待たせいたしました。ただいまより2019スカパードラマティックさよならショー年間大賞トークショーを開会いたします。はい、鈴木選手、高山選手、改めてステージへお越しください。どうぞ皆様大きな拍手をお迎えください。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、そうですね、もう、はい、まあまあ、もちろん、まあ、先日まあ発表もされましたけど、来シーズンから、東北楽天ゴールデンイーグルスでお世話になることになりました。はい。まあ、ロッテといいますと倉持さんはね、かなり馴染みのある球団ですけど、ね、いかがですか。はい、一つファン、もうシンプルにファンとして聞きたいんですけども、はい、登場曲はまだ決まってないですか。そうですね、まあ、でも、まあ、もちろん今すごいいろんな声が僕の元に届いていて、まあ、いろんな方々の意見があるので、はい、でも最終的には自分の意見かなとは思っているんですが、はい、まあ、僕の中でまあ登場曲は特別なものが正直あったので、はい、まあ、引き続き続けたいなって現時点では思ってはいるんですけど、はい、高橋さん、監督の立場から見ると、はい、こう延長の試合というのは正直勝つ負けるではその日もそうですけど次の日に持ち越すこう気持ちとかも、まあ、全然違いますよね。やっぱり次の日の試合に入っていく、ね、雰囲気も違いますし、はい、まあ、流れというのが、ね、やっぱり全然変わってきますよね、はいはい、やっぱりいち早く試合を決めてほしいという気持ちなんでしょうか。いや、それはもう監督もそうです、選手も、ね、早く、ね、誰かがそのチャンスに行ったら、ね、もう決めてほしくてしょうがないよね。みんなね、次もう守りに行きたくないよな。ブラムさん、お答えできますか。大丈夫ですか。